In spite of bombings of Hiroshima and Nagasaki, Japan has been protected against the invaded monster by a giant warrior. ナオミ BK さんからこんな楽しい動画が届いています。それを皆さんに紹介します。広林浜松シティ、ジャパン。Since the bombings of Nagasaki and Hiroshima, Japan has been protected against invading monsters by a legacy of giant warriors. Since the bombings of Nagasaki and Hiroshima, Japan has been protected against invading monsters by a legacy of giant warriors.映像の内容からすると、この動画は広島、長崎に原爆が投下された後に作られた日本政府のプロパガンダ用フィルムということになります。それにしても巨人ですね。で、これはフェイクなのか、そうでないのかと、ナオミ BK さんはそのように書いておられます。で、検証してみますが、こうした検証でまず第一にすべきことはですね、影の方向です。赤い線が影の方向です。が、頭に注意してみてください。影の方向がややずれているように見えます。が、体の形は複雑ですから、影がこのようになってもおかしくありません。代わりに、この肩の白い部分に注意してください。ここが最も光が強く当たっています。つまり、光は右上方向から来ているということになります。つまり影の方向については矛盾がないということになります。次に合成した場合にはですね、この境目が不自然になります。左が合成されたと思われる、巨人です。右の方は、別のものですね。となりますと、この巨人の輪郭、境界とそれからその右の輪郭が同じですから、これは合成とは言いにくいということになります。この動画が作られた頃には、このような合成技術はなかったと私、林浩は判断しています。つまりこれは合成写真ではないということになるわけですね。輪郭が、ぼやけてはいますけども、均等にぼやけているという点に注意してください。さらにこの部分を検証してみます。同じように輪郭が同じように、ぼけているということですね。ですから合成とは言い難い、すなわち、当時の技術からして合成ではないと判断できます。で、さらにこの部分を検証してみます。きれいに言ってますか、平均的にぼけているということですね。ですから、合成ではないと。私はこの、しかし肩に注意しました。この肩を見ていただきたいと思います。三角筋が妙にと言いますか、盛り上がっています。日本人の肩ではない、あるいは、もう力士のようなね、スポーツマンであればこのような筋肉がここにできることはあると思いますけども、少なくとも日本人ではないように判断しました。で、左がラファエロの描いたモナリザですけども、同じような肩をしている点に注意してください。で、このモナリザを反転してみますと、大変その様子がですね、あくまでも様子が大変よく似ているということになります。それ以上のことは私に言えませんが、しかし、日本人ではないように、林浩は判断しました。で、皆さんに判断していただくしかないんじゃないのかな、なんてね、思いましたんですけども、いかがでしょうか。もう一度、この動画を見てください。合成ではできませんね。そして当時のこの、と言いますか、雰囲気からして、広島、長崎に原爆が投下された後にこのような動画が作られたということではないでしょうか。当時はですね、このような催しと言いますか、私が子供の頃でもこうしたことが時々行われていました。世界からですね、例えば象を連れてきたり、クジラの剥製を持ってきたりして、そして街をパレードしたというようなことはよくありました。その中の人ではないのかなというふうに思っています。ですからこれは、フェイクではないと思います。いたずらでもないと思いますね。で、合成写真でもないと
思います。あくまでも思うという範囲の話ですけどもね。しかし、この人は、巨人は日本人ではないと、やはり思います。まあ、もし日本人であればですね、何らかの形で、これほどの巨人ですからね、記録が残っているはずですけども、そうした記録は見当たりませんでした。で、皆さんの判断を仰ぎたいと思います。この動画では、皆さんのアンケートを取ることができるようにしておきます。この動画の終わりにですね、i マークをクリックして、皆さんのご意見をお聞かせください。もう一度この動画を見ていただきます。しかしそれにしても巨人だということですね。並外れた巨人ということになります。ざっと計算しても身長は3メートル前後あるように見えます。前に歩いている人と比べてみてください。仮に日本人でないとしても、これはやはり大変な巨人であると同時に、この動画そのものがですね、巨人の一つの証拠ということにもなります。フェイクか、フェイクでないのか、その判断は皆さんにお任せします。どうか投票をよろしくお願いします。ナオミ・ビケさん、どうもありがとうございました。バイ。